皆さん、こんばんは、こんばんは。キングテクのオーナーと日本、今日は皆様にお詫びしたいことがございます。介護福祉、国家試験、まあ全部提出したものの、今日、郵便、不備があったとの情報が発覚となりました。えー、戸籍当本が必要であることが発覚になりました。はい。戸籍商本が必要でした。はい。 あの、マイナンバーで出したんだけども、戸籍標本、こっち、市役所の方かも必要で、今日役場に行って即達しました。その分、韓国人国家試験の登録、正式に登録するものが、1ヶ月、3位1ヶ月遅れてない5月中旬、最短でも5月中旬となってしまいました。ファンの皆様、大変申し訳ございませんでしたちゃんと出したのに、チェックしたのに、おかしいと思ってました、私。最初わかんなかったみたいで、まあ、早く相談しとけばよかった。 書類全然届かないみたいで、届かないというか、はい、待ってたんですけど、まさか不備があるとは、私も正直言葉を失いました。以上ですババイバイ